1年生メンバーっていうあのメインキャラクター3人がいて、はいはいはい、僕含めて男の子の内田優真くんと瀬戸あさみさんっていう方がいて、内田優真くんがすごいフレンドリーな方なので、うん、優真くんのお家に遊びに行かせてもらって、僕優真くん家掃除したりしてますね。ちょっとパシられてるみたいな。いや掃除した代わりに彼そばを打つのが趣味で、なんかそば打ちのなんか道具とかあって、うん、より仲良くなったわけ。それでよりもうユーマジュニアになった。ジブリの作品は全部オーディションで行かれたんですか？隣のトトロはさつきちゃんでオーディション受けたけどダメでお母さんになった。え、トトロ何で出てるんですか？あ、お母さん役で出てる。お母さん、はい、そうなんですか？そうなんですよ。